ゼント。忍びの者たちよ、今回の任務は刀について。忍者たちに任務を与えるエージェント、彼は一体何者なのか、そしてなぜ任務を与えているのか。ではご分を。その昔、ある国から忍者となることを命じられた者がいた。私は成り立ての忍者。映画や漫画で見たことあるけど、詳しいことは全く分かっていない。どこかに忍者に詳しい人はいないかな。教えてください。貴様には無理だ、諦めろ。お願いします。忍者に必要なものは何だと思う？それは武器とか忍術とか。そのような表面的なものを追いかけていては忍者にはなれぬ。そんな、普通の生活を送れ、国へ帰れ。あなたはなんで僕を助けたんですか？放っておけばよかったじゃないですか。あなたは、あなたには正しい心があるから助けてくれたんじゃないんですか？あなたに正しい心が見えたから、それが忍者だと思ったから。忍びの者よ、この巻物を持て。そしてエージェントと叫べ。その時貴様に任務を与えよう。そして少しずつ忍者に関して理解していくのだ。ありがとうございます。あなたのお名前は？Thank you.
からは忍者盾講座だ。みんなで刀の使い方を勉強しよう。今回は柳、取り受け、切り上げ、振り返りしゃがんで抜き道の4つを見ていただく。相手が真っ向切りで切ってくるところを柳の枝のように構え、一歩斜めに下がって刀身で受けて流す。もう一度切ってくるところをもう一歩下がって神社の鳥居のように受け構える。受けた相手の刀を唾で弾き落とし、一歩進んで相手を切り上げ、相手の掛け声とともに時計回りに振り返り、しゃがみながら刀を避けながら抜き道、横ちぶりをして納刀。デモンストレーションを見ていただこう。横ちぶりからの納刀の解説です。振り返り、胴を切ってからそのまま横にスライドするように右手で刀を振り、左手は鯉口を握り、振り切る前にしっかり止めて納刀する。では自分の目線で前回の振り返り抜き道と今回の横ちぶり納刀を10回やってみよう。1、しっかり声を聞いて振り返り。2、相手の胴を両手で切ってから。3、左から右へとスライドをするように。4、振り切る前にしっかりと止める。5、鯉口を持つ左手の鞘から迎えに行きます。6、鯉口に峰を置いて前にスライドをする。7、ポトリと落ちたら柄頭を持って。8、納刀しながらゆっくり帯に収める。9、あと1回。10、以上。礼。ではまた次回。さらば。